最弱王決定戦。袴田さん持ち込み企画インディアンポーカー袴田チャンネルバージョン。だからまあね、うん、最初にルール説明、はい、一番最初はまずみんなに4枚ずつ配って頭に、はい、こうやりますはい。だから自分が何か分かりません。分かりません。あ、これはちなみにお金なんですけど、ただのあの印です。か、あの賭けじゃない、賭けじゃないんで、なかったんですよ。ポイント、ポイント、ポイント、はい。でこれに最初全員馬代が1枚ずつ払って、はい、で全員10コイン持ってます。はい。だからそれがなくなったら負けです。はい、はい。でこれは今1が一番弱くて13が一番強いです。でも13に1は勝てます、うん、でこう自分のが分かんないですけど、周りの人のを見てこれ自分この人たちよりは高そうだなとか、そういう予想をします。で 1回交換していいですよね。はい。で交換するのにはもう1コイン入れて交換します、うん、はい。で交換したらですね、まあなんか騙し合いなので、まあ、青空くんはまあまあ変えた方が、え、変えない方がいいでしょ、強いの。いや俺は絶対変えた方がいい、俺絶対変えない方がいい、うん、っていう要はバカしゃいですよね、騙し合いですね、はい、うん、で袴田さんは今2だから、うん、だから俺は変えない方がいいじゃん、勝てるからね。そうですね、うんうん、でここで誰も変えないってなった時に、こっから親が、親、ね、はい、もし僕が親だとしたら、はい、2と3と9だから、うん、これはもうだから俺は10以上だったら勝てるわけでしょ、はい、これは勝てんなと思うと、勝負としてプラスアルファのコインを好きなだけ親は置けるんですよ、はい、1個なのか5個なのか、はい、でこれはもう俺はもう絶対10以上は確定してるから、うんうん、じゃあ追加5を出しますと、はい、親が決めると全員5を出すか降りるかを決める。だから僕が次なんで、うん、僕は乗れないということで降りますと。うわーっていうことですよね。で全員降りちゃうと、まあ、俺の勝ちで全部もらえると、ポイントがね、はい、というルールですね。よくわかんないよっていう人は見ながら勉強してください。私ちょっと今分かってるか不安。だから親決めよう。だから親は好きなの選んで一番高いカードが親にしよう。分かってないかもしれない。やってこう、やってみよう。じゃあ一番大きい数字の人から右回りね。もじゃあ俺からね。これは俺買った。じゃあまず全員ね、話題の1コイン。これなんかアドバイスの仕方が難しいですね。だから俺が言うにはね、うん、先生は絶対交換しない方がいいね。はい。もうそのまま絶対勝負した方が強いから、はい、で、まあ青空君はどっちでもいい、してもしなくても。で、袴田さんは絶対交換した方がいいと思う。それじゃ絶対負けると思う。それでは勝負できないですね、うんうん、俺はね、うん、青空も勝負できない。俺はもう楽勝で全員に勝ってると思う。佐藤崎さんは微妙、正直。いや俺はもう絶対交換しない。微妙だな。佐藤さんは微妙。俺はもう勝ってるから。佐藤さんも青空君も微妙だけど、一番変えた方がいいのは先生だな。俺、うん、いや絶対変えん方がいい。いや、私は絶対変えた方がいいと、うん、俺はもう絶対変えない方がいいと。はい。どうするの？変える。変えるの、はい、じゃあ出してワンコイン。で、見ていいんですよ。うん。一番弱い。13があればいいです。13があれば全然。私は変えた方がいいですか？じゃあ変えない方がいいって言ってんじゃん。変えない方がいいね。微妙ってとこです。微妙？まあいいや、じゃあ変えない。特徴図では変えときます、はい、おっ、うん、おーし、うん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 、おーそうきたか、そうきた、うわー、これで勝負面白くなりましたね。私は変えた方がいいかな。絶対変えない方がいい。絶対変えた方がいい。いや、絶対変えない方がいいやろ、お前。やだ、何、青空くんどっち？だ変えない方がいいって言ってんじゃん。青空くんだけ信じる。変えない方がいいです。じゃあ変えない。私は青空くんを信じる。そうなの？佐々木さん変えた方がいいですよ。佐々木さんは変えた方がいい。佐々木さんは変えた。マジで変えた方がいい。マジで変えた方がいい。いや、言わなくていい。マジで変えた方がいい。そうなの？変えた方がいい。変えた方がいい。佐藤さんを、じゃあ私は佐藤さんをやっぱ一番負けさせたいんだよ。じゃあいいですか？俺は多分ね、めっちゃ強いと思う。どうするんですか、どうするんですか。いや、変えない。お、だから俺がだから、ここから俺がいくら出すか決めるよ。はい、親がね、これ決めるんですよ、乗るか乗らないか。うん、
で俺4枚する。最初から4コイン。あとはもう降りるかどうかだけで。降りるか乗るかですか、ね。乗るんだったら4コイン出してよ。じゃあ私は降ります。うん、こうですね。うん、僕も降ります。うん、はい、どうしよう、どっちがいいかな。僕らアドバイスできるんですか。できない。できないですね。降りてる、降りてるからね。うん、降りてるから。いや、そんなん確率の問題だからさ、はい。それに負けることはあること絶対ないから。だって見てみるよ。まあ、5と6だよ。確率的にはそうですね。じゃあ、わかりました、うん。私も降ります。うん。じゃあ降りて。はい。あざーす。これは痛い、これは痛い、これは痛い。もっとアドバイスしてよ。わかりやすく。じゃあ行きます。あ、こっちからか、まあどうでもいいよ。さあ、せーの、ドン。これはすごいな。これはもうやったな。意外といけるかな。じゃあ全員バダイの1枚お願いします。はい、僕降ります。降りんの早くない？降りるの？降りる、降ります。親が降りたら右が、うん、青空く降りんの？降ります。これ勝てないです。だって交換すればいいじゃん。でもアドバイスとかできなくなっちゃうからさ、まず変える変えないの選択。ああ、じゃあ変えないです。変える変えないの終わってから降りるかどうか決めればいいから。変えないです。だって誰かが変えてさ、ああ気が変わるかもしれない、ね、ああそう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 。で変えない。僕も変えないです。変えた方がいいで。絶対変えた方がいい。いや変えない。袴田さんも変えた方がいい。これでいける。袴田さんは絶対変えない方がいい。変えた方がいい。変えない方がいいに決まってんじゃん。サッツさんも変えた方がいい。いや俺はもう絶対変えない。ここ二人は変えた方がいい、絶対に。いや袴田さんは絶対変えない方がいい。え、でも佐藤さんに、佐藤さんのこの数字に勝つ可能性があるんだったら変えてもいいんだけどな。でもまだ俺次だから俺は変えるかもわかんないよ。だから俺が一言言いたいのは、袴田さんは絶対変えない方がいいっていうことだけ。いや、俺が、私そんな強い？いや、めっちゃ強い、めっちゃ強い、えぐいぐらい強い。絶対変えない方がいい。じゃあ、変えない。おお、そうだもん、最高だ。うん、ほんまにいいですか？変えない。うわ、ん、残念、うん、俺は変えない。変えない。うん、じゃあ私降ります。うん、僕も降ります。うん、袴田さんはどうしようかな。勝負するんだったら自分で好きな枚数。 今親ですよ。親だから。私は降ります。降りる、もういいよ。で降りたら降りる。降ります。うん、そうなんです。もうここ2枚見えちゃった時点で俺ら初めてないんですよ。いつも佐藤さんより強いじゃん。うわー、くそー。はい、さあ、はい、せーの。はい、じゃあ、バニー1枚。3回。どうすか、僕変えた方がいいですか。うん、絶対変えた方がいい。絶対変えた方がいいで。なるほど。うん、私は青空くん変えなくていいと思う。僕は、変えません。変えません。はい。袴田さん、袴田さんも絶対変えない方がいい。うん、私も私変えません。うん、変えない方がいい。うん、俺も変えない。俺だって強いもん。僕どうすか。うん、それ絶対変えない方がいい。変えない。変えなくていい。うん、変えなくていいかな。うん、じゃあ変えないです。うん、信用してるんで皆さんのこと。うん、じゃあ青空くん。じゃあ僕ですね。うん、今のはミスター、完全にミスター。絶対勝てるこれ。3枚。じゃあ袴田さん、乗るか降りるか。降りた方がいいです。私は乗らない。で、これじゃあ見ていいってことですか。うん、もう終わりだよ。なるほど。で、俺も降りるわ。これは変わってきたぞ。一番強い人が降りた。私は佐藤さんをもう騙すことだけ考えた。いや、いけてたね。乗ります。乗る。はい、3枚。おぉ、いきます。せーの、よっしゃー。はい、はい、で、じゃあ1枚ずつ。うわー、どうしよっかな。1コインね。うん、
赤羽さんも絶対交換した方がいい。赤羽さん変えた方がいいです。僕は変えない方がいいていうか全員変えた方がいいよ。勝負するんだったら変えない方が絶対いいけど、うん、別に変えたいんだったら変えてもいい。地獄への始まりです。勝ちたいんだったら俺は変えない方がいいと思うけど、変えたいんだったら変えてもいいと思う。え、勝ちたいんだったら変えない方がいいですか。勝ちたいんでしょ。うん、勝ちたい。うん、じゃあ変えない方がいいと思う。これがもう佐藤さんの言葉はもう 99.9% 信じられない。いやいや、ほんと一番強いカードより強いから。ねえ、なんでみんながじゃあ私一回変えてみる、うん、じゃあ変えてみる。みんながほんどのぐらい本当のこと言ってるのかを確かめる、うんうんうん、変えます、うんうん、おー、1だーさあ、はい、あー、そうきたか。俺はもう変えない。強いの強い。俺です。俺もっすか。うん、それはもうだってどっちでもいいよ。どうせ中途半端なカード変えた方がいい。中途半端なカードだからどっちでもいいよ。変えなくても変えてもどっちでもいいから。ダメですか。じゃあそのままで、うん、青空くんは勝ちたいんだったら変えた方がいいけど。変えます。おっ、自分の。ん、あ、そうです。おお、あとはもうあとはお金出し降りるか、うん、貼るかです。そうです。これ回収できるチャンスですからね、うん、2つから。私は、うん、乗った方がいいと思いますか、乗らない方がいいと思います。全国行った方がいいじゃん。私じゃあ1枚かけます。1枚だったらじゃあかける。はい、うん、ちょっと待ってよ、僕乗るんだ。じゃあ、はい、1枚で僕ももうこれ絶対乗らないといけないんで。いや、降りてもいい。降りてもいいし、降りなくてもいい。でも絶対そのカードで勝負しなきゃいけないから、うん、じゃあおそらく今次の勝負にかけるか今の勝負にかけるかな、うん、どっちにする。次の勝負にかけます。お、降りる。はい、うん、はい、もう今のでよかったね。じゃあ行こう。はい、せーの。あ、やったやった。あ、一回勝ててもう幸せ。はい、え、何笑ってるんですか。いや、どうしたんすか。あ、痛い。じゃあまず、はい。ちょっと、いや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 、ああ、もうなんか変えないからね。で、俺はもう絶対変えない。絶対もう無理したくない。もう変えないです。俺も変えない。これでも勝てるから絶対変えない。絶対変えない。で、で青空くんは変えれないからね。赤間さんは変えるかどうかだけ。赤間さんは、まあ、私も変えません。はい、うん、変えない、うん、僕は変えれません。はい、そうじゃあもう勝負ね。はい、じゃあ、はい、1枚。あ、そっか、じゃあ、1枚か、うん、せーの、せーの、イエーイ。なるほど。あの、青空くんが1だった時点で青空くんの負けが確定っていう。じゃあ、最弱王ね。はーい、おぉ、寒さっすね、うん、最弱王。あ、そうだね、うん。一発ギャグ、マイケル・ジャクソン、マイケル・ジャクソンの好きな色は？ん？ん？スリー、ツー、ワン、アオ！マル好き好き。いいいいいい。そんなのと俺何でもできるで。やってくれるんですか？佐々木智也一発ギャグ、マイケル・ジャクソン。皆さん質問です。マイケル・ジャクソンの好きな色は？イエロいや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 一発ギャグいきます。マイケル・ジャクソンの好きな色は3、2、1、ボーン。袴田屋一発ギャグ、マイケル・ジャクソンの好きな色は何ですか。違いますね。パポン。